Hey guys! Hello! Hello! So you... 今日、テストが終わりました。How do you say 中間テスト in English? Midterm test? Midterm test. How many subjects? Five. Including English. Four. Four to you. Yeah, our dog is just licking my feet. I'm just wondering, what is your motivation of English? Because... Probably nothing.Really. So sometimes, you know, my friends on Instagram asked me, so what was her motivation to study English or to learn English when you were very little? なんでなほさんはあの英語の目標とかそういうもの全然なかったんですけど、ずっとこうガハハって笑いながら来たんですかね。多分、正直言って遊ぶ道具として思っていたところもあったかもしれない。あともう一つ言うと、お母さんが英語で喋ってくるっていうのは、まあ、大きかったと思うんですけど、もし母が英語で喋らなかったとしても、家の中で要は私一人っ子で、おまけにやることない、で、ビデオゲームなんて、そんなマリオ、スーパーマリオなんてその頃なかったっていうか、うちが、普及してなかったっていうのもありますけど、なかったんで、もう本当に家の中やることないっていうので、本が転がってたからちょっとやるみたいな感じで、私は特に運動が大嫌いな方だったので、今勉強のための、ね、モチベが下がってるからどうしようっていう話で、数学全然歯が取りませんね。はい、彼女は数学が本当に苦手です。ちなみになんですけれど、私英語のドリルも全然歯が取りません。あ、意味、それはなんで？ Why？ わかるけど、他の科目と同じぐらいはかどりません。要はそれは That's because It's studying、もし、もう成績のためにこれはやってるんだと自分に暗示させて、なるほど、それだけでやってるって感じなので、なんかこういつも思うんですけど、こう世の中にはこう勉強って思うとやる気がめちゃめちゃ湧く人もきっといるんだと思うんですけど、勉強と思った時点でもう、そのなんかもう、うわーってしたものに押しつぶされるタイプもいますよね。いますよね。それはまさに私。That's how I am。でもあなたは正直勉強だと思いながらグオってやれるタイプじゃないですか。じゃないですね、多分ね。何かこうやりたいって思えることがあるから、それをやろうって思って、確かにその時にはモチベーションが上がったとか下がったとかっていう話は一回もしたことがないですね、私は。多分あなたにもね。で、あなたも今まで英語に関して、わあ英語のモチベが下がってるからもう英語全然わかんなくなってるわっていうことは、 You never ever told me that。I honestly didn't tell. I haven't told you that. But honestly, I think I told you that I can't work on my English challenges that my school gives me. Oh, you mean in junior high school? Oh, but before, you know, yes, you didn't have any experience. Because there was no studying in my world of English, so. Mm-hmm.Okay, so if I told you, you should apply, you know, some of the examination or some, I don't know, we don't know at all about these examinations and stuff. Only we know step test. Honestly, I would say that I wouldn't have been that panicked, honestly. And even if you asked me to get like AKEN grade 1, I would just go like, okay. And then I would read English books and do nothing. And probably failed in like zero scores. Yes, yes. So, なので、
ね、あのお子さんでもし What do you think? あなたのお子さんで勉強は嫌いなのっていうふうにもし言ったお子さんがいたら、あまりモチベーションっていうものを無理にこうなんかこういうふうにっていうふうに目標を立てなくても、楽しいだけで人間って結構続けていけてしまう。やっぱり楽しいっていうのだと、暗記で全然もう覚えられないのに、もうあの自分の好きな映画のシーンとか丸暗記してるとか、男の子の、あの流行りだとそれが特に目立つんですけど、ポケモンとか全部覚えてるんですけどね、何が何に進化するのかとか、学校の勉強はでも全然覚えていませんっていう。なるほどね。それがまあどういうことかっていうと、その勉強だからといってガーって覚えられる人がまあ世の中圧倒的少ないあ、そうかもしれない、圧倒的少ないっていうことね。だってあんだけヒットしてるんだもん、妖怪ウォッチという。あ、確かにね、好きなことっていうのは勉強じゃないけどどんどん覚えてしまうっていうか、覚えたいからあの覚えられちゃうっていう、子供はそっちの方がやっぱり多いかなって。小学校ぐらいになると勉強も結構大変になるんだよね。だからなおさら勉強じゃないけど好きだからどんどん覚えちゃったり、どんどん知りたくなったりするっていうものを、高学年ぐらいになるとむしろ必要とするのかもしれない。小さい時の方が覚えなきゃいけないものがそんなにないもんね。だからまあ授業ちゃんと聞いていれば、とりあえずテストであの100点取れる子もいるし、そうね。ありがとうございました。じゃあやっぱりモチベーションがないと英語が続けられないっていうふうにあの思わなくてもいい子の方が多いかもしれないね。じゃあどんなことをっていうのでね、この間ちょっと相談を受けた方に、あのうちの娘マインクラフトの YouTube の実況中継すごい好きで聞いてましたっていう話をしたらそんなことなごちゃんやってたんですかって言われたんですけど、とってもあの不真面目です。全然不真面目ですだから全然人になんかこうね言えるようなあの英語じゃないんですよ本当にね。正直言ってさすがにあの微妙っていうのはもう避けましたけれど、ランゲージ的に ね英語は死語ってものがあるので、ただ、まあ、正直私もそのずっとその正規の方法をたどるっていう感じで、本をだんだん積み上げてって、なんか、ハリーポッターシリーズに興味を持ち始めてって言ったらペーパーバッグですごい太い本をっていう風に、もちろんそれもまああったあったんですけれど、正直本は大きくブランクが空いていた時があって、あの絵本からちょっと離れた時期もありました。もう他にあのいろんなことがありすぎて、英語以外のことでちょっといろいろごたごたがあって自分ちょっと巻いてた時期があって、その時に私は YouTube に逃げてしまったってところはちょっとあったんですけれど、結局本に私は戻ってたし、正直そうね。だからそれでまあ単語って意味では、まあその YouTube に逃げてた時は踊ってたかもしれないけれど、とりあえずなんか英語に触れていたというか、そうね、それはそこで半分ママは自分の英語子育てはもう多分終わったと思ってたのかな、そうかもしれない、そんなになんかこの、YouTube のこれを見なさいとかこれを見たらとかって言ったこと正直言って一回もないの、今も YouTube 好きなんですけれど、あの TED トークとか TED エデュケーションが本当に面白くて、面白くて、そう、それもでも私がこれいいよって言って見たっていうのではなくて、あのたまたま私のあなたへのおすすめに、出てきて、あのいろいろ出てくるので本当に、だから本当になんか YouTube もこれがあれがあって、私が唯一探して見たのが多分ペッパーピックとベンネンドホーリー、ホーリー、とりあえず3歳児は何を見ていいのかわからないし、本当にそうで、あとその後もし言うならオリビア、
それからあれよね、リチャードスケアリー、うん、そこら辺までです。私が把握している YouTube は。その後は本当にあの全然お手本じゃないので、これをお手本にしようと思う方は多分いらっしゃらないと思うんですけど、本当にマインクラフトの実況中継とかも大好きだったし、あとレゴもね、あったし、あのなんていうか、全然その教育的にあのいいっていうチャンネルを見せてきたわけでもないし、というか勝手に見ていたって言った方がよくて、ただその親と一緒に見たいっていう時期があって、うん、あ、そう、だから私も見てるんです。私もマインクラをなんだかんだ全然興味ないとか言いながら、ママこれがこう動いてとかっていうのをね、一緒に見てて、そう、一緒にだからね、見てて、で、なんかその、そういうのを、一番正直、うん、あの、子供が、あの、YouTube で有害なサイトに、あの、連れられないかとか、そういうのを心配してる方、うん、一番いいのは一緒に見てあげることです。あ、そうです。もうね、どんなくだらないと親から見て思うものであっても、あの、とりあえず、なんていうのかな、その、英語で見たいって思えるものっていうのは、やっぱりこの日本においてはすごく貴重だなって、それは思うんですよね。で、今多分3年生とか2年生とかの男の子で、そういうのもね、実況中継、スーパーマリオの実況中継とか、ゲーム実況中継見てる子多分多いよね。あの、この人もそうだったので。で、じゃあそんなんばっかり見てて、ずっとそんなんばっかり見てるんじゃないかとか不安になると思うんですけど、全然ね、見なくなるんですよ、不思議なぐらい。もう飽きちゃうんですよ、本当に。もしあの時、もしかしたら、まあ、ある程度もちろん目の病気のこともあったし、目の健康っていうのはすごい私はうるさく言ってたので、ものすごいバトルはね、してました。その YouTube の時間に関して。ただ、内容に関して、正直言って、揉めたことが一度もなくて、もう、見たいものは、とりあえず、じゃあもう、どんなもの見てるのって言いながら一緒に見てたっていう感じで、で、いつの間にかね、興味が変わって、世界史とか、ワールドヒストリーとか、そっちの方にね、どうして大人から見ると、あのマイクラからどうしてワールドヒストリーとか思うんですけど、それが子供の好奇心の、本当に伸びたい放題、雑草が伸びていく。私は歴史が大好きで、特にあの、元々ね、日本史とか正直、あの、漢字もわかんないし、誰が誰かもう、あの宇治安、宇治国、宇治なんとか、わけわからんっていうので、正直そっちで世界史に突っ走ってちゃった方があったんですけれど、世界史は正直あの全員が誰が誰かとか覚えていないけれど、とりあえず流れを見て、あいうえほうって言っとるのは好きです。そうね、あとなんか本当にあの英語圏の方が見たその日本っていう国をこう説明している番組だとか、そういうものが逆に日本にいては絶対に得られない情報を教えてくれる、歴史のいろいろなことをも含めて、それでますますそういうものがあのやっぱりこう知りたいっていう風になっていったかなっていう。あとそのリリジョンだったり、日本でこうやって暮らしてるとあんまり自分たちはそんなにこだわらないものに関して、世界の人が実はすごくこだわっている、人はこだわっていて、まあ、それゆえにどうしても戦争が起きたり揉め事になったりしてるっていうのも、逆に言うとすごくこうわからないこと、だからわからないことを分かろうとするときに、日本語で書かれたその教科書にある情報だけでは全然わからないっていうかなんだよね、実際にね。だからそれをその英語で知りたいっていう風にあのなっていったんですけど、あのそのマインクラフトとかをやってる時に、じゃあこういうワールドヒストリーとかも見てみようよとかって言って、あのその彼女の見たいものをあの自分の方に誘導するっていうことも本当に一度もやってなくて、もうあの時はママもやる余裕がないぐらい、まあいろいろ人生いろいろ本当に大変な時期ってありますよね。だから本当にあのそのそれぞれの人がやっぱり自分の精一杯でその今を生きてるっていう上での、うん、あの子育てだし英語のある暮らしだっていうふうに思うんですけど、あの本当に
子どもの思うことを応援してあげるっていうか、ステラちょっとこういう風に持っていかないと多分英語のやる気がもうなくなって英語をやらなくなっちゃうっていう風に思う人がいたり、あと多分そういう先輩のお母さんから、いや昔うちの子英語習ってたんだけど結局英語やめたらもう家で何もしなくなっちゃって結局モチベーションがもう何もなくなっちゃったからもう何もやらなくなっちゃったんだよねっていう風にもしおっしゃる方がいたら、それは多分モチベーションが必要なやり方をしていったっていうことだと思うんですよね。で今小学校の 5,6 年生から成績がつくっていう風になってるので、本当にごめんなさい、 5,6 年生から多分勉強になってしまう、どうしても評価をされるっていうことは得点を取るための勉強をしなきゃいけないので、例えば今回もね、対策的な感じで全部を楽しんで一つ一つこなしていこうとしてると他の教科を勉強する時間もないし、テストの時の時間もないから、いかにテストでその自分の不得意なところをカバーしながら得点を取るかっていうところにどうしてもフォーカスするしかないですよね。だから難しい問題、すごく難しい問題は飛ばして、解けるって思える問題は確実に解いてっていう、もう対策委員会みたいになっちゃう。でこれは多分英語でも同じことが言えるので、ただその 5,6 年生になる前の子どもたちっていうのは本当にそのモチベーションっていうものを外からそういう形で評価するとかそういうものじゃないもので、モチベーションって言うのかもわからないんだけど、そのやりたいとか楽しいからっていう気持ちでする時のそのエネルギーっていうのは全然また違うものだなっていうふうに思うので、ぜひモチベーションがないとダメっていうふうに思ってる人がいたら、そうじゃないモチベーションっていうものを、モチベーションっていうのかもわからないんですけど、で一番3年生の頃の娘が読んでた本っていうのは本当にもっと難しい本を今読んでるお子さんが山ほどいるのを知っているので、私だから全然うちの娘はそんなにズバ抜けて人よりも早くすごく活字をたくさん読んでるタイプではないと思うんですけど、でも本当に時一番楽しかった娘がなんで読もうって一緒に読もうよって言ってくれた時代っていうのは、やっぱり私も娘のそのお菓子の読み方がすごく面白くて一生懸命真似をしてやるんだけれども、それでもさらに面白い読み方を彼女がとにかくキャラクターの間でいかに声をなんか変えてできるかっていう、そうそれをすごくこの親子で楽しんでた時代っていうのがやっぱりすごく楽しかったなっていう感じね。でもその後はもう一人で本当にどんどん読むようになってからはもうそんな声を変えてとかウィンピーキッズを全部声を変えて読んでるとかそういうことはもう一切なくて、でもすごく大きな絵が描いてある字がどちらかというと少ない本を楽しく読んでた時代っていうのはやっぱり宝物になってる、なのでもしそういう方がいたらレベルアップリーディングとかそういう形でその文字数をねカウントして、うちの子はもうこれぐらいの声が分かるとかこれぐらいのスピードで読めるとかっていうことで、お子さんがすごいそのやる気を出す子は全然いいんです。ただこの人はもしそれをやってたら逆に全然なんていうのかな、嫌になっちゃってたんじゃないかなっていうタイプなので、なんかそういう要素を自分の子供さんの中にもし見る方は、あ、まあそういうハイキングコースじゃないなほちゃんみたいなタイプなのかなうちはっていうふうに思って、まあ不真面目かもしれないんですけど、マインクラフトとかなんかそういうののゲーム実況中継とかも頃とはちょっと変わってるかもしれないんですけれど、ね、今は、ただその子供が楽しいって思える英語もやっぱりその中にあることによってモチベーションっていうものを
外からこう与えようとしなくても、英語をそのずっと楽しんでいるっていう時代をずっと続けていけば、本当にだんだん子どもの興味と好奇心がどんどんその成長することによって違うものを、だからずっとマインクラフトのゲーム中継を見てるかもしれないと思うと思うんですよ、その時の時代の子供を見てる親は。私もそうだった、私も完全にそうで、もうこれでうちの我が子の英語はこれで行き止まりだ、終わりだと思いました。私もこんなことをするために私は英語をこの人とこうやってちっちゃい時やってきたんだろうかぐらいに思うぐらいに、そういう時代がありました。あとなんかリアリティ&バーサスアンリアリティみたいなので、なんかマクドナルドのハンバーガーが実はなんか宣伝の時はなんか全然違うものだったりとか、宣伝の時そう、あとなんか商品を買ったら中身が全然このアドで言ってるものと違うものだったりとかっていうのをとにかくその面白いネットのポストを大集結させたような、そうそんなもうって言われそうだけど、そんなくだらないものも本当に見てた時代があって、本当にこのままこの子はずっとこれしかもう見ないんだろうかと思った時代があったので、全然それは心配しなくていいです。ずっとそんなもん見てられないみたいです。どうですか、もう飽きましたね。飽きましたね。もっとこの好奇心をこう伸ばしてくれるものを結局見たくなる。たまに未だにネットで猫や犬を検索してはすごい後ろ足をバタバタさせながら懸命に立ち上がろうとするアヒルの画像やそういうのも見ますけど、はい、でもね、今 basically what are you watching? Tell us. 一番多いのは多分テッドエデュケーションでしょうかね。もう本当にいろんな、テッドエデュケーションはもう本当に内容がものすごい差があって、牛乳、豆乳、アーモンド乳どれが一番いいのかとか、そんなものから黒死病とか、歴史の中の事件や時代背景のことを語ったりするエピソードとか、本当にテデエデュケーションはいろいろあるので、あとものすごい密林の中に住むものすごい獰猛なアリの話とかまで、本当にいろんな要素をいろんな場所から引っ張ってくるので、そういう教育的だけど大人も面白いって思って何これって思ってしまうようなものっていうのもおすすめします、あとそのいろんな人がいろんな考えを持っているっていうことが分かるっていうことが、多分中学生ぐらいになるとさらにそのなんていうか好奇心なんだよね。だから何が正しい、みんなその手で手で主張してる人はこれが私の考えだって言ってるので、ある意味その人の考え方をこう聞くんだけど、また別の番組を見るとさっき言ってた人の考えを覆すような内容もまた出てくる。それを見てそれをどういうふうに思う、それがもうインテレスティング、まさにニューホライズンの興味深いっていう、 so interesting っていうこと、ね、とりあえず私は全員そうじゃないし、私のタイプ多分本当に少ないと思うんですけど、単に人がこうだからこうだからってすごく理化学的な証拠を、理学系全然ダメです。もうまさにもう中2の頃からもう成績表が文学少女の成績になってしまっているんですけれど国社 A はもういいんだけど全然大丈夫、理数がどうしましょうっていうね理数がどうしましょうっていうね、で頑張ってるんですけど今ね、はい、そうね、っていうわけでそんな感じで、正直理数系は全然ダメなんですけれど、誰かがそういうとってもなんかファクチュアルな理化学的なそういう証拠を証明しながら、だからっていうので、その人の意見を主張するのを聞いてるのもはぁと思って見てるのも結構好きです。あ、そうなのね。それはもうそういう人もいるんだっていう感じね、うん、そうね、
それはもし日本語だったらやっぱりそこまでたくさんの人の意見とか考えを、うん、あと特に、日本のチャンネルと比べてアメリカのチャンネルはやっぱり議論が大好きな文化なのであちらの人たち、はい、コメント欄見ると僕はそれに反論ですって言ってる人とか、いやでもこの人の考えは一理あるとか、あなたの考えはこれと矛盾しているとか、コメントで議論してるの、議論していて、また日本みたいに炎上みたいな、だからお前の意見はクソなんだとかそんなこと言う人があんまりいないっていう。あーなるほどね、なるほど。それを見てるのもまたすごく面白い、面白い。あーだから人と人は違うんだっていうことを知るっていうことがすごく面白い、うん、はっきり言って牛乳が良いのか悪いのかとか、正直牛乳は私は好きだからどうでもいいんだけれど牛乳はいいっていう、そのいいっていうのを何の面から見るのかとかね、環境にいいのかとか健康にいいのかとか、動物愛護的にいいのかとか、うん、もう出せばエンドレスです。なるほどね。そうだから今も結局英語に関しては何のモチベーションもないし、ないです。何かすごいことを成し遂げてこう人に証明しようとかっていうのも何もないけど、はい、ひたすら英語のスピーチコンテストが正直応募あったね、中学でね、応募が9月に やらないかっていうので応募があったんですけれど、まあ正直丸暗記した文章を読むっていう、正直私は音読ちょっと苦手なタイプなので、丸暗記して読むっていうのがね、やっぱりちょっとテストと重なってしまうのでやめたのもあります。なるほどね。今のモチベーションというか、モチベーションとは言わないけれど、今なんでじゃあ英語のチャンネルを、そういうチャンネルを見て、なんで日本語のチャンネルには走らないのかっていうと、日本語のチャンネルには英語、日本語のチャンネルに載っている情報は必ず英語のチャンネルで誰かが取り上げています。ああで、英語のチャンネルでは日本語では絶対に知られていない事実もたくさん語られています。でその中に、まあ、日本とあまりにも関係がなさすぎる、例えば古代ギリシャなんのなんちゃらかんちゃらとか、全然日本と全然関係なさすぎるものは正直、まあ、英語、まあ、世界の言語なので英語ばっかりなので、そういうのも雑学的にヨーロッパの歴史とか見るの大好きなんですけれど、すごく深い洞察力があるんですよね、その動画の中に。で日本語でその得られる情報ってやっぱり限られてくるんですよね、でごくごく稀なんですけれど、たまにこれ日本のその国としては、不利な情報とかもたまに、ごくたまにあるんですけれど、どうしても報道してないっていう感じでね、それを鵜呑みにしちゃいけないので、調べているんですけれど、ウィキペディアで出てきていても、それほどそれがいかに大変だったことかっていうのを挙げずに、ウィキペディアは去って一文で流してしまっている部分を、その国の人が語るどうだったのかとか、そういうのも本当に日本では得られない情報です。日本語では日本語ではね、確かにね。ドイツ の, 国が作ってる英語の放送もあればっていうことなんだね。なるほどね。じゃあなので今日はだからそれで情報を得るために正直英語で見ているっていうことが多いです。そうね、日本語では同じことを出してる番組が何もないので、そうね。だから勉強が苦手っていう人には変にモチベーションを作ってあげないとって親の愛情で思うことがかえって難しくさせてしまうこともあるっていう。そしてこのモチベーションが必要になる時期も、小学校の、まあ、英語は5、6年生というなら5、6年生から入っちゃうと思うんですけど、そうなったらもうね、親がそんな作ってあげなくても自分で
何とかして作ってやっていくしかないって思うんですよ。 My math class is right now. そう、もうやっぱり5教科やれないと上の学校に行けないってことが分かってるので、もうやるしかないんですよね。そうするともう今日何がモチベーションだったかっていうと、もうメロンパンを、試験が終わったらとにかくメロンパンを食べるっていうのがすごい意味でモチベーションでして、もう今日もメロンパンメロンパンって言って帰ってきたんですよね、家に。本当に、いや本当にそんなモチベーションでも自分で作ってるっていうことが私はやっぱりすごく大事だなと思って、でメロンパンじゃあ買ってきといてあげようかって言ったら、いやメロンパンを自分で買いに行くっていうのも私のモチベーションの一つだからって本人が言ったので、もうメロンパンってね、帰ってきて本当に、ものすごい遠くのメロンパンのすごく美味しいお店に自転車でものすごい山を上がり、坂を下り、山を上がりっていうのでたどり着いて、メロンパン6つも買って帰ってきました。そうだから、そんなもんでいいんですよ。子供がそのモチベーション、僕モチベーションがって言ったら、そんなすごい壮大なモチベーションじゃなくてメロンパンでいいんですよね。それで頑張れたから。でもそれは自分が、自分で、私がテスト終わったらママメロンパンパーティーやっていいって聞いたから多分それができたんだと思います。そうね、親が正直、私は正直物で釣られるっていうのが本当に嫌なタイプで、そうね、ママは僕のためにこれをやってくれてるんだと思って OK じゃあメロンパンねって笑いながらやってあげられる子はいいんですけど、私そんな優等生じゃないので。そう、ね、本当にメロンパン6つも買ってあげるから、逆になってると多分モチベーションにならなかった、自分でメロンパンを腹いっぱい食べるのがモチベーションだって言ったから、実際にというメロンパンで最後落ち着いて、というわけで今日の昼食はメロンパンでしたね。はい、メロンパンを腹いっぱい食べまして終わりました、中間テスト。じゃあ皆さん、次は、ちょっと次あと1週間後試験があって、あその次、キャンプもあるし、試験が終わって2日後にキャンプ、が1泊2日になりましたけどね、コロナ禍であって、そうね、その1週間後には、学校祭で体育祭と文化祭があって、そのまた先に定期テストがまたあるんですね。その1週間後また定期テスト試験です。モチベはまた自分で考えます。はい、はい、じゃあまたメロンパンだったらまた一緒に買いに行きましょう。はい、はい、じゃあ今回は英語のモチベーションを必要なのか必要じゃないのかっていう感じでお話をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you. バイバーイ。